少しいいか、桐生。はるかのことなんだがな。何かあったのか。回復の兆しが出てきた。え、本当ですか。お前らがアジア街に行っている間、はるかのいる警察病院でハルトをかくまってたんだ。その時、偶然かもしれんが、眠っていたあいつの目から涙がこぼれた。あいつも必死になって目覚まそうとしてるんだ。たまにはいいニュースもねえとな。そうか、ありがとうな、伊達さん。桐生さん、尾道の秘密はあなたに託す。私にはもうあまり時間が残されていない。何だと？これを。これは先代が私に託したマイクロフィルムのデータ。あなたの持っている携帯で読み込めるはずだ。さっきあんたが言ってた暗号が入っているってことか。ああ、解読すれば尾道の秘密を暴く鍵となる。私には解けなかったが、尾道に詳しい者になら何かわかるかもしれない。そしてあなたが尾道の秘密に迫れば、その前に立ちふさがるのが広瀬だ。彼はあなたを殺してでも阻止しに来るだろう。なぜ俺に秘密を託すことにした？あなたは沢村遥の親代わりだ。私の息子が愛した娘の父親。つまり我々は両家の父親同士ということになるな。もちろん今さら私にユータの父親面する資格はない。それでも私が尾道の秘密と息子のことを託せる相手はあなただけだ。ユータを。ユータにとって広瀬という男は親と言うべき存在らしい。その広瀬を疑い続けて生きていくことは辛いはずだ。何らかの決着が必要になる。そして尾道の秘密を暴くことがそのきっかけになるはずだ。待て、もう一つ。あんたさっき時間が残されてないと言っていたな。あれはどういうことだ？私は宇佐美優太を後継者とすることを断念したと組織に連絡を入れた。何？それは最妖怪の血の掟を守れなかったということを意味する。組織は存続するために私に代わる新たな総帥を立てるだろう。同時に掟を破った者には相応の償いが求められる。それじゃあんたは？間もなく最妖怪の資格が私の元に来るはずだ。私が一緒にいては足手まといになる。最妖怪はアジア外から撤退する。心残りは岩見恒雄に殺されたジミーローの敵を取ってやれなかったことだ。ロー、ユータに何か伝えることは？私はあの子の赤ん坊を殺そうとした男だ。最後に可愛い孫の顔を見れてよかったなどと言っても信じてはもらえまい。
ローはどうした？あいつはもう二度と俺たちの前には現れない。え？ローは俺に尾道の秘密を暴く鍵を託していった。俺はこれから尾道に向かう。秘密を暴きに行くってことは？ああ、ただその前に広瀬一家の連中とも話す必要がある。あいつらが親と慕ってきた広瀬の親分と対決することになるかもしれないんだ。俺にはあいつらに通さなきゃならねえ筋がある。なんでお前がそこまでしなきゃならねえんだ。ローが姿消したってんならもうハルトやハルカが狙われる理由もなくなるんじゃねえか。お前がこれ以上尾道に首突っ込む必要はねえ。違うか？広瀬一家のあいつらをこの件に巻き込んできたのは間違いなく俺だ。それをもう俺の用は済んだと今さら手引くなんて真似はしたくない。ったく、お前ってやつは変わらねえな。分かったよ、もう勝手にしろ。ユータ、お前はハルトを連れてハルカのところへ行け。え？尾道へは俺一人で行く。なんですか？いや、俺も行きますよ。俺はな、ユータ、俺の目の前でハルカの両親が死んだ日、誓ったことがある。あいつもいつか好きな男ができて子供を持つだろう。そんな日が来るまで俺があいつの親でいようってな。兄貴、今のハルカには誰かがそばにいてやる必要がある。だがそれは父親の役目じゃない。お前にしかできないことだ。そうはいきませんよ。ローは広瀬の親父さんのことを好き放題でたらめ並べていったんすよ。俺は親父さんの無実を尾道で確かめなきゃなんないんす。それでやっぱり親父さんが無実だったら俺は今度こそあのローをぶっ殺してやる。おい、なんだよ。え、デカの前で随分な言い草だな。舐めてんのかお前。いや、そういうわけじゃ。宇佐美優太、さっき起きたアジア街の火事の件でお前に話がある。ちょっと冗談。こいつのことは任しとけ。伊達さん、お前も娘を持つ父親だったんだよな。若い男に娘取られる気持ちはどうだ。俺にはよくわかるよ。急に先輩風吹かさないでくれ。ほれ、行くぞ。マジかよ、あんた。頼むよ、ちょっと勘弁してくれって。初乗り料金730円になります。どちらまで行かれますか？かしこまりました。それでは出発いたします。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。桐生さんじゃの。陽明連合会会長クルスからの伝言ですわ。この町から即刻出てってつかさい。理由は？親父からの命令ですけ。理由もなんもないわ。なら俺もそんなもん聞く義理はないな。ほうですか。こっちも手段は選ばんど、大っぴらにやっても構わんのじゃ。話はしまいじゃの。踊れな、ぶち壊したれ。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。
昭和の黒幕と呼ばれた大道寺実氏ですが、今は面会謝絶ということで、訪れる財政界の大物たちも病状を知ることができないとのことで、深刻な状況が続いているとみられています。大道寺氏は戦争中旧日本海軍の高級将校でしたが、戦後 GHQ の占領期の後、歴代の内閣に強い影響力を持ち続けたと言われ。あ、兄貴、なんじゃい、いつ帰ってきたんじゃ。連絡しなくて悪かったな。それより雄太は無事なんすか。ああ、ただあいつはカムロ町に置いてきた。今まで何があったんじゃ兄貴。そいつを話しにここへ来たんだ。みんな座ってくれ。話がよう分かりませんわ兄貴。おやっさんがローを殺すためにユータを道具にした。で、一緒に死ぬように仕向けた。あんたの話はそういう風に聞こえるんじゃがの。奇遇じゃの、頭。わしもじゃ。俺もローから聞いた話だ。だが、広瀬の親分は今どこにいる。最後にお前らがあの人を見たのはいつだ。おやっさんがブラッと出ていくんはいつものことじゃ。そのうち帰ってくると思いますけ。もし俺が尾道の秘密を暴こうとすれば、そこへ親分が現れるって話だ。その時はあの人はユータやロウのように俺のことも殺そうとする。それもローが言うとるだけだろうが。ああ、確かにな。わしと松永はノーは兄貴。ほんのガキン頃から広瀬のおやっさんに世話かけてきたんじゃ。わしらは父親がおらんかったけ、あん人がずっと親代わりよ。広瀬一家の歴史っちゅうんはそんじょそこらの組とは違うんじゃ。それを中国マフィアのたわごとに踊らされて、わしらにおやっさんを疑えっちゅうか。どうなんじゃ、あ、キリュウの兄貴。ロウの話を頭っからお前らが聞く気になれねえのは分かってる。俺だって信じたくはねえ。信じとうはないが、信じとるっちゅうことかい。おいじゃったら、キリュウさん、わしらはもうあんたを兄貴とは呼べん。だがもし尾道の秘密を前にしてそこに親分が現れたとしたら、お前らはうちに親試すようなバカはおらんで、わしらは黙って親の言うことに従えやええ。我も元極道じゃったら分かっとるはずじゃ。都合のいい時だけ極道風吹かすのか。我や、なんじゃいよんだら、キリュウさん。ほうじゃ、わしらの頭をバカにしとるんか。踊れら手出すな。表出やキリュウ、わしと差しで蹴りつけたらんかい。またお前とやり合うことになるとはな、南雲。できればお前を殴りたくねえ。好きにしたらええ。じゃが、わしは手加減せんど。広島ヤクザの意地注文を見しちゃる。我も殺す気で来いや。はあ、ふっ。悪めな。
じゃあ踊れる。まだ終わっとらんと引っ込んどれや。違うんじゃ頭、邪魔が入ったで。本家の連中じゃ。続きは後だ南雲。じゃがこいつらは何の目的じゃ。クルス会長からの使いだろ。俺が尾道にいるのが気に食わねえらしい。あんたが尾道の秘密を暴こうとしとるからか。もういい南雲、連中に俺とはもう切れたと言え。そうすりゃお前らは見逃してもらえる。今さらそがあなみっともないまでできんわい。ええんじゃな頭。本家の連中に見せたれや。わしら広瀬一家がなんぼのもんかっちゅうのの。南雲、クルス会長が尾道の秘密を守ろうとしているのは間違いない。ほうみたいじゃの。ほいじゃがおやっさんもそうじゃとは限らんで。親分を信じているならしっかりその目で確かめろ。聞いちまった疑いを抱えたままずっとあの人を親と呼び続けんのか。広瀬一家の絆は取り繕って守んなきゃなんねえ程度のもんじゃねえだろう。当たり前じゃ。え？あ、ほいじゃ秘密を暴きに行くんか頭。でももし親さんがわしらを
そのほんまに襲ってきたら、もしもの話はもうええんじゃ。わしはええ加減そがにややこしい話はもうごめんじゃ。組の子分がおやすさんと会うのにいちいち迷うことがあるんか。わしも腹は決まりましたけ、あんたと一緒に尾道の秘密とやらを暴く。ただしわしらが動くんはあんたにおやすさんの無実を証明するためじゃ。それが分かった暁にはしっかり詫び入れてもらわんといけんど。ああ、そん時は俺のことを好きにしていい。男に二言はないの、桐生の兄貴。また兄貴じゃ言うとる。相変わらず勝手なお人じゃ。踊れも腹決め、松永。田頭もええの。で、どこ行ったら尾道の秘密を暴けるんじゃ。こいつは牢に託されたある場所を示す暗号らしい。ただ問題は俺にも牢にも読み解けなかったってことだ。あ？解読するにはお前らの力が必要だ。これが牢から受け取った画像だ。なんじゃこりゃ。牢が渡した暗号ってこれだけか。ああ、この暗号がどこかの場所を示しているらしい。使われとるアルファベットは J、B、R、N、M、E、O、I、K。 使われとる数字は7736179221。見る限りアルファベットと数字がワンセットになっとるようじゃの。ああ、これはもしかしたら開示暗号かもしれん。開示暗号？わしもネットでしか見たことがないんじゃが、例えばこの J7 で何かの文字一つ、 B7 で別の文字一つを表しとる。これを解読すると何かの文章になっとる気がしますわ。ほう。あとは開示表さえあれば解けるはずなんじゃが。開示表？この暗号の元になっとる文字表ですわ。例えばあいうえおの五十音表をこんな風に数字で置き換えたものが開示表じゃ。この開示表をもとにこんにちはを表すと15100423251という数字で表せる。ほう、なるほどな。じゃあローの暗号の元になった開示表が何なんか分かればええっちゅうことか。そういうことになります。確かローは尾道に詳しい人間であれば何か分かるかもしれないと言っていた。もしかしたらその開示表ってのはこの土地に古くから関わっているもんなのかもしれない。よっしゃ、分かった。暗号に関係しそうなものなら何でもええ。今からこの土地を片っ端から調べるんじゃ。へい。頭たちは聞き込みする言うて出て行きましたわ。わしはネットで情報を集めてみます。
時間食っちまった。またあったな。何？他にも。またこんなとこに寝かせやがって。やっぱりあんたじゃったか。墓守りのじいさんか。あんた名前は？桐生だ。桐生一馬。桐生さんか。どうもあんた亡霊たちに気に入られたと見えるの。なんであんたにそんなことがわかる？わしは長いことここで墓守りしとるけようわかるんじゃ。あんたにはわからんじゃろうが、この墓場には今陽気な空気が流れとる。陽気な空気？今まではずっとうつうつとしとったんじゃが、亡霊たちはあんたのことを歓迎しとるらしい。多分亡霊たちの喧嘩っ早い血がたぎっとるんじゃ。よくわからねえな。あんたじゃったら数百年来の亡霊たちを成仏させられるかもな。いらっしゃい。うまいな。さ、行くか。ありがとうよ。後悔するぞ。
殺せやがって。豆腐いかがかな？毎度ありがとう。またのご来店待ってるぜ。しばらく寝てろ。鍵がかかいらっしゃいませ。気に入ったぜ。さあ行くか。ありがとうございました。時間食っちまった。
来い。うまそうだな。よし、いい子だ。十分懐いたな。よし、猫カフェの店長に連絡するか。キリュウだ。猫を懐かせたんだが。ありがとうございます。今はどちらにいらっしゃるんですか？尾道だ。尾道、神室町にそんな道路ありましたっけ？いや、広島の尾道だ。ああ、はいはい、広島の、広島？なんだお前、猫を懐かせたら全国どこでも駆けつけるって言ってただろう。言いましたけど、まさか本当に全国規模で探されるとは。わかりました、男に二言はない。すぐに誰か向かわせます。そいつに渡してください。少々お待ちくださいね。では引き続きよろしくお願いします。ニャンニャンサボンのバイトの者です。猫を預かりに来ました。また懐いた猫がいましたら連絡くださいね。それでは失礼します。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃい。ありがとうございました。初乗り料金640円になります。そうですか、またよろしくお願いしますね。
前さん見慣れん顔じゃのう。よそから来たもんか。ああそんなところだ。この尾道という土地はな、古来から風光明媚な港町として多くの人に愛されてきたんじゃ。ここを訪れた有名な作家や詩人たちもこの町の美しさに魅了され、この土地にいろんな詩歌を残してきた。尾道の先人たちはその詩歌を未来に伝えようと工夫を立てたんじゃ。お前さんも暇があったら先人たちが残した詩歌に触れてみんさい。そうだな。工夫は全部で9つある。いろんな場所に立っとるけ探してみたらどうじゃ。わかった。ことでもありそうだな。はっよっふんせいふんせいよっせいよっよっ。クヒだ。盤石座すべく待つ夜べし。憔悴隠るところ開口を現る。6年重ねて来たる千光寺三四水明四庫にあり、盤が半ば暗くして繁栄斜めなり、相つとう惨敗未だ傾け去らず、神戸を巡らして年頃に諸少年に食騎手せよ先生、かつてよいしところと来参用。クヒだ。日の影は青海原を照らしつつ、光る孔雀の尾道の沖、十返舎一句。
こうだ。クヒだ。のどかさや小山続きに塔二つ。正岡式。喧嘩は好きじゃないんだがな、ここまで来たらお前らが成仏するまで付き合ってもいい。始めようか。いつも気を失っちまうんだ。なんだ、今度は墓守のじいさん来ねんだな。クヒだ。覚えきれぬ島々の名や夏霞恵美水院。ありがとうよ。クヒだ。ヒダルキは琴に戦の大使なり。芭蕉。つわものに酒振る舞わん菊の花、夏目漱石。
くひだ。軒しげく建てる家々よ足引きの山の尾の道道狭きまで尾形公安。屋根は皆寺にして風香る岩やさざ波。来る頃だな。また数が増えてねえか。今度は3人か。チッ、亡霊のくせにキビキビ動きやがって。もう全然人を怖がらせる気はないって感じだな。またこのパターンか。また来てくれとったんじゃの、キリュウさん。じいさん、あんたのおかげかこの墓場の邪気がどんどん払われとるんで。どういうことだ。亡霊たちがこの世に残した未練がもうすぐ消えようとしとるいうことよ。じいさん、あんたは何なんだ。霊能力者ってわけか。わしはの、あんたが見とる亡霊の多分十数代目にあたる子孫じゃ。あんたがあいつらの。この間わしは亡霊たちが生前海賊じゃ言うたが、あんた覚えとるか。ああ。もっと正確に言えば、
あの者たちは海賊に雇われた傭兵だったんじゃ。それで？信長がおった頃の時代じゃが、一時期ここらの海賊同士で争いがあっての、この土地で武芸の修行を積んでた豪の者3人が鳴り物入りで海賊に雇われた。男たちは戦国の時代、刀一本で国を取ろうとまで考えるほど腕が立ったという。じゃが3人の男たちはあまりに船の揺れに弱かった。ろくに刀も抜けず、極度の船酔いに襲われての、いざこれからという時に船から落ちて溺れた。三人ともがか？おお、三人いっぺんによ。なんだそりゃ。おかげで彼らに大金を払っとった海賊は、敵対しとったよその海賊に滅ぼされたそうじゃ。三人の男たちは苦労して磨き上げた力を出し切れず、ただ死んでった。それがこの世への未練よ。だから喧嘩に飢えてたってのか。わしら代々の子孫はご先祖様たちを何とか成仏させてやりたかったがの、力及ばず、いまだにこの墓地に化けて出る始末よ。ほいじゃが、もしかしたらあんたのおかげでご先祖様たちは成仏できるかもしれん。ご先祖様たちの力を引き出せるのは多分この世にあんただけなんじゃ。じゃけ、あと一度、もう一度だけご先祖様たちとの喧嘩に付き合うてやってくれんかの、桐生さん。あと一度だけか。そいつは寂しいな。時間食っちまった。なんだ。おりゃりゃ、そこのおっさん。後悔する。クヒだ、墓からも花桶からもひばりかな、小林一茶。
そうだな。来い。うまそうだな。行ってしまった。鍵が いらっしゃいませ。ありがとうございました。